ギラブスタボはアメリカのバイオリニスト、マニトワックの生まれ、2歳からバイオリンを堪能にする両親の手ほどきでバイオリンを始める。3歳の時に一家でシカゴに移住し、4歳の時にフレデリック・ストックの指揮するシカゴ公共楽団のメンバーと共演。その翌年にシカゴ音楽大学のレイハン・チントンから基礎教育を受け、5歳の頃には ウジェヌイザイ文化のレオン・ザメッティーニにバイオリンを教わっている。9歳で天才少女として、シカゴ公共楽団やフィラデルフィア管弦楽団、ナショナルオーケストラ協会等に客演し、ジュリアード音楽院のルイスパーシンガーの下で研鑽を積んだ。1934年にアジアヨーロッパでの演奏旅行に出かけ、パリでジョルジェーネスク、ブタペストでイエネエフバイの指導を受けた。また、 フルトベングラー、エイコーツ、アーベントロード、カバスタ、イートホナーに、メンゲルベルクといった指揮者たちと共演してヨーロッパでの聖望を欲しいままにした。しかし、第二次世界大戦中にヨーロッパに残ってナチスの息のかかったコンサートに出演していたため、1944年のパリ滞在中にジョージュ・パットンによって演奏履歴を調べられ、 ナチスへの協力の権威がかけられて一時的に拘束されることとなった。このことが影響して1948年にルドルフ・ガンツの指揮するニューヨークフィルハーモニック公共楽団の演奏会に出演して以降はアメリカの音楽界から事実上の締め出しを喰らい1970年に帰国するまでヨーロッパでの活動を余儀なくされた。1964年に インスブルック音楽院の教授になったが、双極性障害を発症し、1970年に職を辞して帰国。帰国後はアラバマ公共楽団に団員として雇われたが、1975年に肩を故障して退団している。バーミンハムにて没。ありがとうございます。